はい、カメラマンのシングです。ショナビチャンネルです。大河原です。今日はどういう感じで？今日はですね、色彩構成やってもらいます。しかも今日ルールがありまして、はい、15分1本勝負。まあ、15分15分ってできるもんなんですか？まずできないでしょ。できない。あ、できない。でも今回画面枠ちょっとちっちゃめにして15分でどこまでできるかっていうのを対決してみて。そうでございます。で、前回の動画で麦ちゃんと武雄先生はもう塗りは完璧に覚えてるんで、まあそれを踏まえてやってみますか。はい、15分でやってみましょう。テーマは生き物をテーマに15分。なるほど。グラフィックデザインってざっくり言うと情報の視覚化っていう考え方でいいと思うんで、何の生き物でどんな状況なのかとか、うん、なんかそういったものが絵で伝わってくればグラフィックデザインとしても成立すると思いますよ。じゃあ早速やってみますか。はい、はい、じゃあもし終わんなかったらちょっと延長も考えてもいいかもしれないですね。これは様子見てですね、はい、まあ、とりあえず15分目指しで頑張ってみましょう。はい、もうすでに集中モードに入ってますね。では用意スタート。さあ、小川先生、始まりましたね。これ結構無茶ぶりなんで終わるかどうかは謎ですけどね。お、早くももうエスキスで生き物のイメージが出現してますね。麦ちゃん、やっぱエスキスしてるとイケメンに見えるね。かっこいい。ずっとかっこいいです。エスキスずっとかっこいい。悩んでおりますね。何ですかこの時計は。時間が全く分かりません、この時計。お、関口先生がもう下書きに入ってます。大河原先生、このスピード感の下書き。おっと、すごい勢いでコロコロしてます。何やってるんですかこれは。これはね、鉛筆の粉を、粉落としです。粉落とし。粉落としです。おっと、武雄先生が前回の動画で作られた緑をおもむろに混色の手間を省きました。さすがに関口先生も焦っていますね。ちゃんとコンパスを。コンパス。短時間だがコンパスを使用するこのこだわりはさすがたまびグラフィックデザインといったところか。確かに。武雄先生がもうフリーハンドで緑を塗っている。これは斬新なラインの引き方ですね。ケルベロスだ。なんかおしゃれ、おしゃれ、おしゃれ、デザインですね。どうしたんですか、小玉先生。虚空を見つめておりましたが。コンパスがない。コンパスを探していた。やっぱ短い時間でもコンパスを使いたい玉倉勢。この混色の雑さ。早いな。しかしながら今回はベタ塗りだけではありません。はい、表現は自由なので。おっと、関口先生、しっかり今回もベタ塗り仕様の混色ですね。これはおそらく。そうだ、ね、混ぜ切るのに時間がかかっている。なるほど。おっと、小太郎先生、まだ下書き段階です。ただ一人まだ下書きに時間がかかっております。ただやはりこの円弧と直線をうまくこう使った構成を今やってますね。やってますね。シンプルイズベストだと思う。なるほど。巨匠がいますね、ここに。アクセント入ってる。アクセントコラが入りました。もう待ってください、ちょっと待ってください。これは思いっきりヘリって書いてありますけども、15分でタイプグラフィー使ってくる。これは斬新。すごい作戦ですね。あ、いいっすね。あ、かっこいい、かっこいい。スピード感がありますね。うん、あるある。お、しっかりしっかりカラス口で。はい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 。やっぱり円弧とね、直線とかなりこう洗練されたグラフィックデザインになりそう。またここに斬新な色面が出現しております。大暴れしてます。大暴れ。動きがやっぱり蛇のような動き今してましたもんね。乗り移ってますね、蛇が。さあ、ついに小太郎先生が絵の具に入ります。ありがとう。かなりバタついておりますか。バタついております。だって小川先生、残り時間は、残り時間はですね、どこ8分45秒ですね。はい、残り8分45秒。絵の具を乾かす時間すらありません。とんでもないことになってる。かっこいい。かっこいいね。なんかポストカードとかに本当に。なんかだから習字的なイメージがちょっと。そうそう、カリグラフィーの要素入ってて。カリグラフィー的なね。うん。これはこの短時間色彩の作戦としては本当にいいんじゃない。うん。あ、早い。あ、鮮やかな青が。おお。多分ね、本色をする時間って本当ないから、うん、もう。多分さっき諦めて言ってたけど、うん、もうこれでいくしかないっていう。原色でね、このサイド高いくて明度低い色と、うん、こうちょっとしっとりした白と、うん、なんかいいバランスの少ない色数っていうふうになりそう。この短時間でも配色がしっかり考えられてる。計画されてる。おっと、小太郎先生、スケール赤をまず塗ってますね。流れてきたんだな。
こちらも子供の絵、子供の絵を放出させる自由さ。これムンクやろ、これムンク常年の表現出てきたな。小太郎先生が、あ、綺麗な色、綺麗な色、綺麗な色ですね、これ。カラス口コンパスで、おっと一発いった。やっぱカラス口の使い方がうまい。こちらも完成に近づいてきましたね。そうそうそう、筆使いなかなかすごい、うん、筆さばきがいいですよ。小川先生、こちらラインを修正しにかかってます。今乾き待ちの間に他の部分の精度塗りをきれいにしてますよ。こちらはこちらで洗練されているのか。これはこれフォービズムですな。フォービズム、野獣派的な野獣派の表層を呈しておりますが、今回筆の数が限られた中なの で、 そうです。もう面相筆で塗ってますが、うん、普段だったら平筆で塗るとこでしょうね。ここはもう完全に平筆ですね、うんうん。おどうしました、文雄先生。おっ、これは新たなる技法がここでまた命吹き込まれたね、今。画料転生的な目を入れて完成です。おお、もう文雄先生終わったんですか。終わりました。余裕しゃくしゃくの感染タイムに入りました。川、ね、先生が細部に入りましたね。大川先生、これはどうですか、この作業。一体何を書いてるんでしょうね。これはその最後の尻尾のところ、これもこれ大事なところだと思う。これはやっぱカラス口でやりたいところですね、ここは。まあきちっとね、綺麗にね、うん、素晴らしい精度です。あ、やってた。おっと、あ、やっちゃった。あ、ダメだ、完全にやっちゃったのこれ。何かをやってしまった杉尾先生。 あ、もうダメだ。さあ残るところ小太郎先生のみですな、うん、これは何を書いてるんでしょうね、ところで。今のところ蛇か巻きかといったところ。言っちゃった。言っちゃったね。じゃあ終了。終了しましょう。じゃあちょっと一人ずつ感想をちょっと聞いていきますか。うん、どうでしたか、小太郎先生。短時間で色彩構成やってみて。やっぱ頭使うし体力使いましたね。これは何を変えて変えたんですか。これはこういう白蛇、ちょっとめでたい感じを出したかったですね。口がある。あ、なるほど。ちょっと口が描かれてますね。はい、どうですか、大川先生、この色彩構成では。もうかなりザ・ベーシックな色彩構成、うんうん、少ない色数で、うん、大胆なこう形のデフォルメ使って、うん、見せていくっていう。どうでしたか、麦穂先生、初めての色彩構成。ちょっとこう、ノリが分かんないんで、はいはいはい、とりあえず絵の具乗せてみないとなって感じで、はいはいはい、結構見切り発信してみた。どうですか、大川さん、この作品は。いや、相当かっこいいでしょ、これ。結構僕はあの、ね、目の質感がすげえいいなと思って。俺もね、これ好きなのよ。てか僕、これ思ったんですけど、はいはい、いやもう本当に間違えたな、これもう本当にここにもう全振りしちゃえばよかったんです。全振り、ここに全振りと、この色の状況だけでこう全部こうジャーってやっちゃえばよかった。あ、こうスピージーっぽい感じでジャーって。これでも初めてにしては相当かっこいい絵を描いてますね。これはもうさすがの一言ですね、ね、関口先生。これどうでした、初めてやったと思うんですよ、こんな短い時間で。やりたくないです。二度とやりたくないです。でもこれ短い時間なりのまとめ上げ方って感じで。エスキスもすぐだったじゃん、はい、それはなんかもうすぐこれでいこうっていうふうに決めたの。鳥のこの首の感じとかが構成しやすいなと思って、うん、もうバッて。なるほど。ここのカーブがやっぱりこの15分でこう出すには相当綺麗だな。じゃあ最後こちらの、はい、竹尾先生。竹尾先生、もはやもう巨匠の域に。これただ気になる点があるんですが、はいはい、よく見てみるとこう蛇って書いてありますよね、これ。書いてありますね。で細かく小さくこう蛇って何個も書いてあるんですよね、これ。でも一番スピード感ありましたもんね。絵本とかにちょっと本当にしたい感じで、うんうん、かわいいですよね。かわいい。この目とかも結構生命力あふれる目をしてるなって。そうそうそう。短時間勝負っていうところで、そう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 、最もアグレッシブに。アグレッシブ。では今回の短時間色彩構成の優勝者は、じゃあ郁美先生で。こちらの作品の、まあもうでもこれはぶっちぎりですね。20分とかで入ったとは思えないクオリティ、うんうん、やっぱこう計画性の高さがやっぱデザイン家ではやっぱ。ごめんなさい、計画無計画。だからなんか逆にデザイン家の色彩構成には見られないような斬新な表現が、新鮮さはすごく感じて出てきて面白かったですね、見て。すごい面白かったですね。はい、では次回またレベルを上げて参戦ということで、はい、またやりましょうね、この対決。短時間式、僕もちょっとやってみたいなと思って、いろんな人でやると面白いな気がしましたね。はい、はい、ではさようなら。さようなら。